上北町駅は、青森県上北郡東北町上北北一丁目に、ある、青い森鉄道青い森鉄道線の駅である。国鉄時代は、急行、下北、夏止まりが、東北新幹線開業後の一時期は、特急、初刈り一往復が停車していた。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅。 互いのホームは、古戦橋で連絡している。三沢駅管理の直営駅。窓口はあるが、自動券売機は設置されていない。JR 時代は、出殺窓口があった。トイレは、駅舎内に水洗トイレが設けられている。二番線は対比線であるが、2020年3月時点では、定期旅客列車の発着はない。 2010年度の1日平均乗車人員は213人であった。なお、以下に示す数値はいずれも JR 時代のものである。青い森鉄道上北町駅のトイレが推薦。洋式化工法東北2020年3月号。上北町駅。青い森鉄道。2021年4月11日閲覧。上北町駅。青い森鉄道。 2021年4月11日閲覧。ABCDE 国土数値情報国土交通省2019年7月2日閲覧国土数値情報統計情報リサーチ2020年8月28日閲覧国土数値情報統計情報リサーチ2020年8月28日閲覧国土数値情報国土交通省2020年9月12日閲覧 ありがとうございます。